皆さんこんにちは、森幸四郎です。日本人です。今19歳で大学2年生です。アニメと漫画が大好きで、特にロボットが大好きで、ちっちゃい頃からずっとミリタリーデザイン、ロボットデザインをやってます。日本人がなんでアニメ、漫画とかが好きになるんですか？やっぱりいつもしっかりしてるから、その分こう現実味がないこととか好きなんじゃないですかね。まあ個人的な意見ですけど。日本人の国民性ですか？国民性なんですかね。どうなんでしょう。アニメとかを好きな人は大体そういう感じじゃないですか。なんか学校にいるとしても、なんかテロリストが来たら面白そうみたいな。中国の方で結構人気のあるものって何なんですか？一番見たいのやっぱりこれですかね。ポジションが逆になってるのがまた面白い。すごい気になります。今現在だと人気の漫画は、シアンヤンユーホイタイラン。かわいいですね、キャラクターが。個人的には子供っぽいのであんまり好きじゃないですね。でも見てみたいですね、面白そう。あなた個人目線で日本史上最高の漫画アニメーション作品を教えてください。まず漫画ではフロントミッションドッグライフ&ドッグスタイルっていう漫画があるんですよ。その戦場でどう戦って、どういう仲間と出会って、どう死んでいったかっていうのが短いものがたくさん入ってるんですよ。その漫画は最高です。2番目は個人的には手紙鉢ですかね。いや、やっぱり一個一個が感動するのと、絵がすごい綺麗なのが好きですね。常にこう雪が降ってるような、ずっと夜だったりとか、あと出てくる敵とかも意外と装飾とか綺麗な、細かいところが綺麗で、すごく好きです。昔のアニメでソウルイーターとか、やっぱりなんて言うんでしょう、非現実的な感じがまたすごくいい。あとはやっぱり主人公が一人じゃない、主人公がだいたい2人か3人ぐらい、それぞれのこうメインのストーリーみたいなのがある、まあゲームのキャラクターみたいな感じで。ドッグズっていう漫画知ってますか？地上と地下世界があって、そこでなんかマフィアとかいろんな世界の陰謀とかそういうのが渦巻いて戦っていくバトルものなんですけど、出てくる銃とキャラクターがかっこいいんですよ。電車とか、あとは街の建物とかがすごいこう現実的じゃないんですよ、非現実的。最近ちょっと友達とゲームを作ることになって、それでメカデザインを頼まれたんですけど、書いてるものがこちらになります。すごいですね。そうでもないですよ。やっぱり腕の部分とかちゃんと関節が曲がるようにパーツを考えたりとか、あと足パーツとかもこういう風に一個一個曲がった時にここにこうブロックがあるとかないとか、そういうのも考えながら作る。足とかもちゃんと縮むようにしないと 3DCG の人に怒られるんで。まあ、そうですね。漫画大好きなあなたには、はい、将来の夢は何ですか？将来の夢、絵を描くことが好きなので、キャラクターデザイナーか、そのゲームのメカデザイナーになるのが夢です。